皆さんトゥットゥルー、ナビゲーターの中川翔子です。これから11月21日いよいよ登場の最新ゲームポケットモンスターオメガルビアルファサファイアの最新情報をたっぷりお届けしたいと思います。こちらパッケージを飾りますのはかっこいいです。原始グラードンと原始海王ガ。グラードンと海王ガはメガ進化ではなくて原始回帰をすることで、なんと原始グラードンと原始海王ガになるんですね。さあそして今日は特別に原始海王ガを借りてきちゃいました。早速原始海王ガでバトルをしてみたいと思います。今日は原始海王ガの強さをみんなに知ってもらいたいので、ショコタンが原始海王ガを使ってバトル。受け海王ガ。さあ編み出た瞬間に発動原始回帰。かっこいいな、このブルーの輝き。原始の姿を取り戻した。そして始まりの海が発動。特性始まりの海が発動すると天気が強い雨になる。この特性がバトルのキーポイント。まずは草タイプのマラカッチにドカンと一撃、冷凍ビーム効果抜群。本来苦手な草タイプにも弱点の氷タイプで一撃で倒しました。強い。続いてはお隣のシャワーズに、いけ雷。ここで特性が効果を発揮。もちろん効果抜群、一撃気持ちいい。本来は命中率があまり高くない技だけど、強い雨状態のおかげでなんと必中になっちゃう。必中になっちゃうってすごいでかいですよ。今度は原始海王ガのとっておきの技を使っちゃいたいと思います。原始海王ガの根源の波動、かっこいい。ドカーンと、なんと2匹同時に一撃で倒しちゃった。本来マスキッパには効果は今一つのはずなんですけれども、海王ガの特効がすごく高いということ、そして天気も強い雨状態なので威力がとんでもなく高い。かっこいい、気持ちいい。これが原始回帰の力。思う存分戦いまくりたいですね。もちろん原始グラードンもめちゃくちゃ強いんですが、それはご自分でプレイしてその強さを確かめてくださいね。そしてこちらも大注目、かっこいい伝説のポケモンレッグーザの映像もお見せしちゃいますよ。レッグーザはなんとメガ進化しちゃうんです。もうただでさえ強いのにメガ進化しちゃうなんて、もう反則ですよ。ありがたや、拝んでしまいます。どうなっちゃうの。うわー神々しいメガ進化。メガレッグーザの特性は、特性デルタストリーム。乱気流。飛行タイプの弱点がなくなるってことは、メガ進化してバトルがより有利に。そしてレッグーザだけが覚える画量転生、トップクラスの威力ですって。どうしよう、もう、強すぎる。かっこいい。はあ、メガレッグーザ様かっこいい、ありがたや。そしてさらにポケットモンスターオメガルビアルファサファイアで注目のポケモンが、そうです、デオキシス。あのデオキシスも登場するんです。わあ、待ってました、デオキシス。この腕の柔軟さもピンポンってやってみたいな。柔らかいのか硬いのか、いや強そう。デオキシスといえば姿が変わり能力も変化するフォルムチェンジ。フォルム、攻撃と特効の高さは全ポケモンの中でもトップクラス。うわ、さらに激しくしなやかにしなる腕、いいなあ。ディフェンスフォルムもまた抱きしめてほしい。この頼りがいのある肩幅がたまんないですね。でもやっぱり私スピードの高いポケモン大好き。スピードフォルム速そうだ、いかにも速そう。後ろのとんがりとかも速そう。メガレッグーザとデオキシスのバトルもあるみたいですからね。そうなったらどうなっちゃうんだろう。お互い強すぎる。しかもこのカリスマ性、興奮ですね。そしてポケットモンスターオメガルビーアルファサファイアを1月14日までに購入すると、なんと色違いの銀色のダンバルがもらえちゃうんですね。しかもこの銀色のダンバルはメガストーンを持っているので、銀色のメタグロスまで頑張って進化させると、なんと銀色のメガメタグロスにメガ進化しちゃうんです。かっこいいな、使うしかないでしょう。
ということでお送りしてまいりました11月21日登場の最新ゲームポケットモンスターオメガルビーアルファサファイアの最新情報はここまででございます。いやーもうあんなポケモンこんなポケモンみんなメガ進化するポケモン全部捕まえたいし、それにあのポケモンもレベルもいっぱい上げたいし、あらららやりたいことでワクワクして眠れないけど、いっぱい食べていっぱい寝て興奮して、そしてねいっぱいメガ進化して頑張って遊びまくりましょう、楽しみましょう、バトルもしましょうね。それじゃあこの辺でナビゲーターは中川翔子でした。バイバイ。